全実況が全実況僕実況とか特にかけらの知識もないし言うことが全部適当なんで聞こえに向いてないし、なるほど、最初の TRF がそうだったから、あーあ、まあ、まあ僕は、さあカウンターからここバースト使って突っ込む、茜壊しから投げてお姉ちゃんは避けて闇橋入れ替える、ここでコンボ入れるがバースト、うんじゃない、うん使ったらヘイロに。さあラウンド取るのは茜ですよ。うん、なんかやっぱ禁止な流れになっちゃってるのかな、まあ、今ウンペトラ使ってゴミクズのように負けてしまったからね俺はい、ああ、やべ、よくないね。ああ、ねえ。さあカウンター美味しいよ。叩き落としてお話せちゃうと、うまいうまい。ああいう逃げ方が極都圏でね。ありました、ここでバースト使って。おっと、惜しい、まあ、さっきの前治さんのキャラ対キックですね。うん、あかねの惜しいはね強いから。おっ、ゴクト刺さって勝ったのはあかんねえ。さあ次は、おキャラ対策の神様さあ、したらばでも噂の善治さんですね。なんでこうこんなに名前が出てきたのかわからないけど、うん、某 S さんのね、S 山さん、クラリーチ使いの S 山さんの被害者の一人です。お、これは、ああ、まあそろそろ全時間を、さあここでバースト使って、さあクラリーチェここでコンボ決める、爪からしゃがい最大ため、そして全時間空が深、あれは回避はなんかクラリーチェ側の重ね方によるらしいけど、ほとんどは食らっちゃいますね。うん、だから 4D しても持続あれめちゃめちゃ長いんで、だから闇のアルカナの画面端、あれは相当ワンチャンありますね。さあこれは回避ができない、前さんドヤ顔してる、背中にドヤって書いてあるあ、もう運使ってええで運使ってええで、あれ全時コンファイナル、全時コンファイナルだっけ、あれ全時ファイナルだっけ、ファイナル全時お、キャサリン、あー来てるね、うん、いやでも俺あー見たい、見たいな、無敵になるキャサリンとか見たいないやでももう献身と時、トキキャサリンっていうのはなかなか見ないんでね、すごく楽しみですね。まあ献身ペトラは帰れ
さあデスマッチ、これは開幕から入ってしまった。これはバーストで回避、おっとうまくつないで、さあダッジからイケメンコンボ、ジャンプキャンセルニュートラルホーミングでホーミングウェイジを消費せずにというやつですね。ミサイルじゃね、ラリアット無力を叩き落として、設置、これはあー狭かった。うん、いやでもちなみにランクスでも言ってたように、ランクスにしては珍しく正論出てたけど、やっぱり立ち回りが基本的に有利なキャラじゃないと献身使ってもあんまり意味ないですね。キャサリン側の献身対策が最近は仕上がってきてるので。でもよく考えたらこれあれだよね、時だよね。時だと相当厳しいと、うん、風がやっぱり今は主流になって、あー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 、狭すぎた、あばばばばばば、ガードされたところは当たらない、5A が刺さって 2B からコンボいけない、 5A2 裏回り、これは避け、 EF キャンセルからの投げ、勝ったのはもうどやっちゃうな。お、よりこ、応援よりこが出ますよ。あー、よりこ使いですか、増えてほしいですね。応援さんはよりこはアルカナなんですかね。はい、あーいやー罪微妙っすよ、弱く強い方だと思うんですけどね。あ、でもまあ運よりこかな。まあこうバグ的な意味で。あれ、これクソゲー始まっちゃうんじゃないの、あれ。これはクソゲーの予感。分かってるこの立ち回り、これ。お、ラックアップ、これは成功してないですね。ゆりこ側はビクビクと、おっ、あっ、クソゲーが、そあれ、これ厳しいよ、ゆりこ側、ああ、あっ、出ない。ゆりこ側空キャンビクビクか、空キャン超儀式でしたっけ。ああ、マオリ側は通常技でもコマを投げる技だと、お、あー無敵が、でもこれ体力的に。あ、よりこ、よりこ側は空中投げで解除できないですね。よりこがビクビクか横投げ、あ、あれ、あー、これは負け格。出てない、出てない、儀式は出てるけどバグではない。あー、とんでもないクソゲー。いやー、ここちょうど秋葉原ですし、エクサムに直談判してきましょうよ。あ、やったー、解除だ。いや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 、これは先にした方が勝ちですから。あー、でもよりこ側は、あ、出てない、出た、はい、成功。あー、あー、あ、あれ、あれ、無敵になってない、まだまだ謎が多いバグ。いやいいゲームやわ。